皆様こんにちは。東インド尖閣歴史線、古琉球の27です。今日はですね、ゴエクアジ、回帰琉球建国初期の四大宰相、四大宰相の一人回帰が唐人である、チャイナ人であるという真っ赤な嘘についてのお話の、3回目ぐらいですかね。連続のうちの3回目ぐらいです。前の方をちょっと概要を言っておきますと、まず、令和3年2月7日にですね、八重山日報に出まして、ヤフーにも出ましたので、検索してご覧いただくとありがたいです。琉球国最小、幾何人説を否定、中国影響、定説より小さいということでですね、回帰はチャイナ人だ、もう定説になっちゃったんですけどね、もう真っ赤な嘘なんですよ。そんなことありゃしないんです。それからですね、それのについての解説文を八重山日報に寄せましたので、それが2月の12日に、第1回連載第1回を載せまして、続いてですね、2月の13日にその解説文の第2回を載せております。八重山日報電子版も出ておりますので、ぜひご覧いただきたい。琉球の大宰相回帰は唐人にあらず、ゴエク王子小太宮だったというふうに題してですね、ここまで、前回までやったわけですね。お話ししたわけです。続きまして、2月14日、この連載の第3回は、2月15日月曜なんですけど、その前に間に挟まりまして、2月14日、通常の談話連載の第63回でございます。がありました。でそこでは、選ぶのことを、話したんですね。でこれは順番的には、どうしましょうね、選ぶ、別途選ぶの話なんで、ちょっと後に回しまして、次回に回しまして、今日は2月15日解説連載の第3回、これをお話をいたします。八重山日報2月15日月曜日です。で回帰、ゴエク、回帰は福建寺音で、クイクイということで、実はグイク、ゴエクなんだということですね。で、それが実はゴエク王子、ゴエクの、アジのその後継者である、あれですね、小太宮と同一人物だという説ですね。つまり、ゴエクは回帰であるというのが第一。第二に、その、回帰は小太宮であるというのが第二ですね。その二点を合わせて発表しているわけですけれども、一点目のゴエクは回帰であるってのはもうほぼ確定的と言っていいんじゃないでしょうか。一方、回帰は小太宮である。ゴエク王子小太宮であるというのも、私はもうほぼ確定と思ってますけど、世間の反応としては、そのもう一歩前というふうに、一歩先というふうに、見るかもしれないですよね。中身見てもらえればもうほぼもう確定的だと思いますけれども、それの解説文の第3回ですね。でその一つのありがちな反論としてですね、回帰が唐人だという説の一つの根拠は、回帰が長子というですね、ここに出てますけど、長子という役柄を一度務めているんですね。それは明国への貿易の時にですね、長子を務めたんです。で、長子というのは、前までにもだいぶ話してはありますけども、明国の王府、王様の王府ですね。王府の、言ってみれば長官、秘書長なんですよ。ですから、その王府の、長子役ってのは後の時代になると唐人の専任職になるんですね。世間のありがちな反論としては、長子は唐人の専任職だから回帰も、唐人だという話になるんですが、
ただ趙氏が党人専任職として確定していくのはですね、もうちょっと後なので、先の時代に訴求するのはおかしいだろうと。まあ現代の法律でも訴求適用はならぬという話がありますが、歴史について言えば、まあそういう通例が後に形成されている場合、それを遡るということはもちろんあり得るんですよ。ただもう闇雲に、つまり遡ることはあくまで推測なんですよね。歴史は推測の推測で成り立ってますので、推測の確実度がどの程度かという勝負ですから、ほぼ確実っていうのが、で、大体今歴史が成り立っているんですけど、左翼の作る歴史は結構確実度が低くても、左翼のお気に入りの話っていうのは低い確実度でも、非常に高い確実度のように評価してもらっちゃうのが通例なんですよね。これじゃダメですよね。で、だから趙氏が、後の時代から趙氏は、先の時代、前の時代に遡れるんだっていう左翼の願望ですね。これによって会期も当人だったに違いないというね、話に、まあ、なってるわけなんですよ。だから訴求しちゃね、訴求は絶対じゃないんです。推測に過ぎないんです。で、しかしですね、これ、四大宰相、四大宰相がですね、最初に宰相として出現するのが選ぶ。アラン邦、福建寺音選ぶ。で、二番目が、あれですね、貞福、ほどに、これですね、ここに出てますけど、ほどの字に、復帰するの福、復活の福、貞福。で、同時に、王母、王母。これはでも、王母は、まあ、付け足しみたいなもんです。ちょっとしか出てこないです。で、貞福でしょ？で、それが、貞福王母が出てくるのが1411年ですかね。で、その次に、彼らもまあ、長子に、なるんですよ。それは、つまり王府の、ちょっと話せば長いですけど、まあ一応はなるんですよ。で、ただまだ、定例化したわけじゃないわけで、個別に、貞福王坊がですね、一度、そういうふうに長子とされたというようなことが、まあ、出てくると。そうそう、その前に、アラン邦も長子になってんです。で、アラン邦も長子だから当人だみたいな論理になってるみたいですけど、アラン邦選ぶですからね、選ぶの有力豪族ですから。これは、当人じゃないんですよ。名前がアラン邦ってのは、選ぶの福建寺音ですから、全然当人でも何でもない、選ぶなんですね。選ぶさんなんです。ですから、この、長子になったからつって当人ではない。となると、次の会期がですね、当人、長子になったからつって当人とは限らない。で、王坊の、次に当人が長子になるのはですね、西暦1442年の長子梁宮邦ってのがいるんですけど、これまあ私の勘違いで、もう一つ前がありました。1424年かな、その辺にですね、別途おります。ただそれよりももっと前に1418年に会稽が長子を務めてるんですよね。まだ当人の専任職っていう慣例が形成されるより前なんです。だからそこまで訴求できるかどうか非常に疑わしいわけですよ。だから長子を務めたからイコール当人だっていうのはですね、おかしな話なんですよね。で、そもそもこの会期はですね、別途ですね、この前に言いましたけれども、ずっと何回か前にお話ししたんですけれども、7、8回前ぐらいですかね。会期の木の字の崩し書きですと、徳の字と、まあ、汚い書き写しの場合は、ごっちゃになりうるんですね。徳。L の徳でもなるし、この道徳の徳でもなりうるんです。それは似た草書体を示してですね、前の方でお話ししましたけれども。それで、ですから、会稽が、まあ、会徳という形で一度出現するのが1411年にあるんですね。で、ですから、もう、
その時に会期が、で、王将ですね。王将。琉球の宰相として出現してるわけですね。そうすると、まあ、辻褄が合わない。その宰相にすでになってんのに、その後、宰相イコール長子っていうのは前の方で、アラン邦、エラブ・アラン邦の、前例があるんですけれども、そういう流れはわかるんですけど、唐人だからとかなんとかっていう話には、これだと、まあ、ならないわけですよ。ちょっと話が込み入ったというか、はっきりしないですけども、まあ、前の方の話をですね、とか文章をですね、見直していただければわかると思います。で、まあ、そういうわけで、ここでもう一つ話しておかなきゃいけないのが、そうそう、長子という職がですね、長子とは何かっていうとですね、明国の王府の、この秘書長なんですね。明国には各地にたくさんの王府があります。数十はあるんじゃないですかね。どれも実権はないんです。後部皇帝の、親戚とか息子たちが王という位をもらって各地に散らばるんですね。ですが、統治機構ではないんですよ。ただの名誉職なんです。で、そのただの名誉職の王っていうのを琉球にも与えるわけですよね。ですから、琉球王っていうのも別に、ただの名誉職なんですよ。だから、これ明国国内の王府の形式と全く同じ形式で琉球にも与える。で、明国国内の王府の、つまり、虚説の形式ですね。実権のない虚説の形式としては、トップが王ですよね。王府ですから、王。で、その2番手、宰相に相当するのが、宰相は、設けず、長子を設けるわけですね。長子、秘書長、つまり、家老みたいなのがですね、長子。で、次の秘書次官みたいなのが、あれ、天母ってやつなんですね。典型的の天に、簿記学校の簿記の簿です。天母。で、つまり、王、長子、天母という形になってて、で、初期においては、長子イコール、宰相っていうようなことが一時的にあったんですね。で、その慣例を琉球に当てはめているので、宰相、アラン邦を選ぶが、琉球で王将、宰相をしていたんだというふうに琉球側から。これはまあ、ホラなんですけどもね。選ぶのその権力が強いので、宰相であるっていうことにしてもらって、明国へ行くと。で、そこで宰相なんだからっていうことで、長子職を選ぶがもらうんですよ。で、それは明国は倭寇ですから、明国から役職をかっさらってきたぜ、みたいな手柄になるわけですよね。そういう、あれですよ。だから、言ってみれば、明国としては、琉球の武士がすごい強いんで、琉球への献上品として、王という位を与えたり、まあ、献上するんですよ。琉球に王位を献上する。そして王位に次ぐ、宰相職も琉球に名誉職として献上するんですね。お土産品なんですよ。土産品の宰相職よこせみたいな感じでですね、選ぶとかがですね、行って、それで皇帝としては、それ、まあ、損もしないからそういうのを与えると。それで、宰相職イコール長子。宰相職なんだって言ってですね、それで長子をもらうわけです。で、だから宰相であるから長子も与えよってことになるんですね。同一の位だってことでですね。それで選ぶが長子をもらってくると。そういうかっぱらってくる、位であると。貿易をして商品も、馬や硫黄との交換でですね、この陶磁器とか、なんとかをですね、仕入れると、同時についでにさらにはですね、この名誉職もよこせっていうことに 琉球側ではまあ言ったわけでしょう。毎度言うわけでしょう。で、明国側としてそれはね、それで何にも損はしないから、それによって安定してくれればいいと。海賊がおとなしくなってくれるように、頼みますっていうことでですね、明国側から頼まれて、海賊としておとなしくなるわけですよ。それでその一つの土産品として長子職をもらう。会期も同じように長子職をもらったと考えるべきですね。ですから別に唐人千人職だなんてことは初期には決まってないんですよ。今言った
エラブ・アラン邦は1300年代のことですよ。1380年代か、92年かなに、エラブが長子職をもらうんですよ。で、その後、会稽が、宰相ですって言っていくのが、会徳の名で行くのが、まあ、これ会徳という崩し書きの間違いだと考えられますけど、それが1411年だというわけですね。まあ、可能性ぐらいにしときますけどね、崩し書きのあれはね。で、そういう流れであると。だから、唐人でも何でもない。で、その、ごえくってのはですね、会稽という書き方もするし、あと、義古。義古とも書かれるんですね。義古とか、あと、開国とか書かれたりするんですが、これ、義古っていうのが、義古アス、悪政というふうに出てくるんですね。で、悪政が、これ、福建語だと、アッチェーとなるんですね。アッチェー。あ、これ、福建語私できないですから、大体、字音表で見て言ってる話ですけどもね。ごえくアチェ。で、これ、まあ、ごえくアジだろうと、まあ、考えられるんですね。で、他に、明国への使者にしょっちゅう使われるのが、これ、傑聖という位なんですよ、傑聖。これがずっと謎なんですけども、定説となっちゃってるのが、傑聖は「ウッチ」だとか、掟の、まあ、琉球なまりの「ウッチ」。いやー、傑聖で「ウッチ」はありえないですよ。全然ありえないと思いますね。で、その後、1435年には、魏呂傑聖ってのが出る。これ、呂も、古代の古。呂っていうのを非常に略して書けば、下が口で、上になんかごちゃごちゃっと。まあ、古代の古の字の誤写でしょう。魏呂傑聖イコール魏古傑聖ですよ。つまり、ごえく傑聖。で、傑聖は、福建字音だと、アチェじゃなくて、カチェになるんですよね。で、カチェ。で、ケッチと書かれる場合は、これ、福建字音だとカティになるんですよね。だから、アジじゃなくてカジになっちゃうんで、これ謎なんですよ。まだ謎ですね。で、一つの推測として、私としては、まあ、傑集ってのも、光明実録1383年、陰暦11月に出てきて、これ傑集。これは、福建字音でカシーとなると。まあ、この辺りには、出てくる回数の少ないものについては、筆者の誤り、字形の誤りもありえますけどもね。で、まあ、アチェに対するカチェなんだから、じゃあどうしてもアジと関係ある名前じゃないとおかしいなと。そうすると、カチェみたいな若アジかな。まあ推測ですけどね、和が落ちてカジ。だから、つまりアジの息子が、アジ自身は明国まで行かず、息子さんが、次のアジっていうのが言ってたのかなと。ただですね、若味っていう言葉はあんまりないんですよ。後の時代にはあるんですけど、若味あんまり出てこないんで、推測でね、カジを若味とするのはちょっとどうかなと思いながら、一応そう推測しておきます。で、これ、傑聖をですね、ウッチだとかつって、東恩納勘ton さんという大学者が言って、それはもう定説になっちゃってるんですけどもね。ちょっとこれはね、あんまりありえないですね。で、そして、まあ、奥氏というのが、まあ、これですね。奥氏傑ってのが出てくる。奥氏傑聖の一文字脱落ですね。多分ね。で、奥氏ってのは、奥地ということで、奥地、まあ、宇治原とか、宇治泊まり、じゃないかなと思うんですけどね。だから、奥地傑聖をウッチと、あれにするのは、ちょっとね、傑聖をウッチだっていう、東恩納勘ton さんの説は、ほぼ無理がありますね。で、ごえくアジが、ですから、まあ、そんなわけで、ごえく若アジに交代したんだと。まあ、これ推測ですけど、そうすると、534年に交代した。つまり、カジが出てくるのが、1534年ですので。そうすると、ごえく王子になるのは、会稽が、正太夫がごえく王子になるのは1435年なんですよ。年代的に近いので、なんか若アジに交代した。まあ、あんまりその推測の推測ですから、このあたりはあんまり細かくやらない方がいいですね。大雑把にごえくは正太夫であるぐらいにしといてですね。
で、五育アジは、小太丘は単に五育アジ。で、小太丘は小橋の息子ってことになってるんですけど、おもろ草子ではですね、五育アジの息子として、立ち思いっていう人物が出るんですね。これを、外間修禅先生の岩波文庫本の注釈では、立ち思いを、太丘思いということで、小太丘だとしているんですね。つまり小太丘は五育アジの息子だという説を出されている。これかなり有力だと思うんですね。それについてはまた今度、すでにどっかに書いたかな？まだ書いてなかったかな？書いたものまだ出してなくて、このビデオが最初になっちゃったかもしれないですけども。まあとにかく、いやいや、外間修禅先生の説自身はね、まあ先に出てるわけですから。まあそれを当てはめると、さらに小太丘、五育回帰イコール小太丘説が有力になるんじゃないかなと、まあ思うわけです。そんなわけで、あとは後半に参りましょう。